どうも、斉藤慎一でございます。さあ、今日はですね、いろんなジャンルの本を読んでみたいと思っている僕ということでですね、今日はですね、あなたのおすすめのライトノベルを教えてくださいということで、僕実はライトノベルというジャンルの小説を読んだことがなくてですね、でもだからといって嫌いなわけじゃない。もちろん嫌いになる要素がない。ほどの情報をまだ持っていない。なぜなら読んでいないから。はい。なんですけれども、このライトノベルは読んでみてくださいよ。ちょっとこれは面白いんですよ。というようなものがあったら、読んでみようかなというふうに思います。僕はなんだって食べず嫌いは良くないと思っているので、ぜひ、面白いものがあれば読んでみたいなというふうに思うんですよ。ライトノベルってでもね、今小説界の中ではすごくこう、まあちょっといやらしい話ですけど、お金になると、ね、いうような、部分があって、なぜそうなるのかっていうのも僕正直よくわかってないんですよ。なんでライトノベルだったら、お金になるのかとか、商業的に成功するのかっていうのが全くわかってなくて、そのジャンルに疎いんですよ、僕。ただ、筒井康隆さんが、なんかの、インタビューかなんかの時におっしゃってたのが、鈴宮春日の憂鬱っていうのが非常に名作だとおっしゃっていて、多分ライトノベルですよね。違ったらごめんなさい。多分ライトノベルだと思うんですけど、鈴宮春日の憂鬱っていうの。で、鈴宮春日シリーズ、消失やったか。なんか春日シリーズってあるんですよね。鈴宮春日シリーズの、ごめんなさい、消失やったかな、憂鬱やったかな、消失やったかな。を、とりあえず、筒井康隆さんが大絶賛されていて、なのでそれは読んでみたいなと思うんですけれども、まあそれ以外で、これは面白いぞというような作品を、もし、知っていらっしゃったら、ちょっと、ぜひ進めてほしいなと。で、それを読んでみたいなというふうに思います。いろんなね、分野の小説っていうもの、それこそ歴史小説、時代小説とか、もそうですし、海外文学もそうですし、あらゆるジャンルがあるじゃないですか、小説ってね。で、の中で全く読んだことがないんですよ、ライトノベルって。でも、ライトノベルの文学賞なんてあるのかな？あると思いますよね、多分ね。なんか賞金でかかったような気がするんですよ。だからやっぱりね、一攫千金みたいなのを狙う人はライトノベルに行ったりするわけでしょ？それはなんでなんでしょう？なんかの原作になってたりするんですかね？もう、そのライトノベルの分野自体僕ちょっと疎いんで、ぜひ何かあれば、もう、あるじゃないですか。これは読んで、入門書ですとか、ライトノベルといえばこれなんで、これだけは読んどいてくださいみたいな。いわゆる、純文学、これを読んどいてください。まあ、よくまあ言われるの、まあ、夏目漱石の心は読んどきましょう。みたいなものでいいです。ライトノベル界の心は何か、ぜひ教えてくださいという動画でございました。コメント欄の方にね、ぜひ、こういうのを読んでみてくださいっていうのがあれば、ね、読みますので。はい。で、ライトノベルという分野も少しこう、知っていけたらなというふうに思っておりますので、ぜひ皆さん、ご協力の方よろしくお願いします。というわけで今日は以上でございます。どうもありがとうございました。